お待たせいたしました。島根県企業進出ウェビナー第2部を開催させていただきます。さて第2部では経営層の皆様がおそらく今一番頭を抱えていらっしゃる IT 人材の獲得がテーマとなっています。実際に島根県で人材獲得を成功された企業の皆様にお話を伺ってまいります。それでは早速登壇者の方々ご紹介させていただきます。まずは私のお隣、島根県商工労働部産業振興課産業デジタル室室長足立正明さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続きまして一般社団法人島根県情報産業協会会長井上博さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。株式会社パソナ田久保博さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあまずは皆様から簡単に自己紹介をお願いしたいんですが、足立さんお願いできますか。あ、はい、ですね、私はですね島根県庁職員でございまして、産業デジタル推進室というところにですね所属しております。で主な業務としましては、県内 IT 企業様の人材確保と人材育成、そして技術力強化のですね支援をさせていただいております。今日はですね皆さんにお役立てられる情報であったりとかですね島根県の魅力をですねお伝えできればと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続いて井上さんお願いできますか。はい、島根県情報産業協会会長をしております井上でございます。と個人的には島根の自然を生かしてですね、バイクに乗ったりボートを漕いだり、ゴルフをしたりというような活動をしております。また企業とすれば、OSS ビジョンという会社を立ち上げたのと、ネットワーク雇用通信研究所、こちらは代表を交代しております。そしてその他に Ruby アソシエーションですとか、島根県情報産業協会、そして島根 OSS 協議会、そういった活動を通じて、コミュニティの活動の活性化、そういったことも、になっております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続いて田久保さんお願いできますでしょうか。はい、パソナの田久保と申します。本日よろしくお願いいたします。自己紹介です。大阪の出身です。で2010年に今いるパソナに新卒で入社をしまして、東京本社で数年働いた後に、松江にあります島根拠点の立ち上げのタイミングで、家族で移住をして、今に至ります。はい、で会社の紹介もちょこっとですけれども、はい、パソナグループというグループに属しておりまして、グループとしては1976年もう創業45年以上の会社で、一般的にはこう人材サービス会社というふうに、認知いただくことが多いんですけれども、はい、僕たちがいる DX テクノロジー本部は、パソナの中で、IT サービスに特化して、サービス提供する事業部でございまして、島根を含む全国各地に、エンジニアが、普段活動しております。で最後僕たちのいる島根拠点ですけれども、2017年6年前に松江の方に拠点を出させていただいて、今20名ぐらいの規模で活動しております。はい、移住者が結構多くてですね、はい、日々楽しく活動しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に皆様は島根県の IT 人材に深く関わっていらっしゃるということで、いろいろ伺ってまいりたいと思います。では早速なんですが、まずはパソナの田久保さんにお伺いします。はい、先ほどありましたけれども、6年前に東京から島根県に進出されたということなんですが、まずは経緯というのをお聞かせになりますか。はい、拠点立ち上げの経緯ですね、先ほどもお伝えしました2017年の9月ですので、6年ぐらい前にオープンするんですけれども、はい、そこに至るまでの、経緯を少し資料にまとめております。きっかけとしてはですね、松江市にあります島根大学さんの情報系の学部での、人材育成のプロジェクトをですね、今も続いていて毎年されてるんですけど、システム創生プロジェクトというものが、スタートしたことをきっかけに、弊社も、このプロジェクトの立ち上げもそうですし、スタート時からこう参画をさせていただいておりました。ここで島根県さんとの関わりができたところがきっかけです。そのきっかけをもって、ありがたくも、島根県さんですとか松江市さん、自治体さんから、拠点を出しませんかということで、進出支援のお話を、いただきます。
ただお話しいただいてもですね、誰が、立ち上げの役割とかですね、それこそ先ほどもお話ありましたけど、責任者誰がするんだみたいなのが決まってない状態が数ヶ月続いたんですけれども、東京本社で働いてた僕が行きますということで手を挙げて、それと同タイミングでその拠点を正式に立ち上げることが決定して、9月にオープンという経緯としてはそんな感じですね。はい、この後採用していかなければならないと思うんですけど、島根に対してその部分についての不安とかっていうのか。不安はですね、はい、もちろん、採用できるかなっていうようなのはあったんですけれども、進出を、決めた理由としてもですね、都市部と比べても島根で活動した方がおそらくエンジニアは逆にこう効率的に採用できるんじゃないかっていうふうに思えたことが採用を決めたきっかけにもなっています。で、こちらグラフでも示しているんですけれども、立ち上げ当社僕ともう一人のエンジニアでこうちっちゃくですね、こじんまり2人体制で始まった拠点も、ありがたくも仲間が年々増えておりまして、今20名規模で順調に右肩上がりで増えているのもそうですし、都市部と比べてもですね、こう定着率が高い、ほとんどこう人が辞めないというところも特徴だなというふうに、この地方の良さだなというふうにも思っておりまして、はい、不安はありつつも狙い通りといいますか、都市部と比べても順調に増やせられたなというふうには思っています。なんか今お話ありましたように、島根県っていうのがプログラミング言語の Ruby の発祥の地ということで、そのエンジニアの方とかそういう方が多いっていう話もあるんですけれども、はい、ここについてちょっと井上さんお聞かせ願えますか。はい、Ruby を開発した松本幸寛、彼がそのネットワーク応用通信研究所に最初勤めたんですけども、それが1997年ですね。でこちら の, 年表ありますけれども、これはネットワーク応用通信研究所の遠隔と、それと、Ruby のイベントを並べたものなんですが、最初にその1997年に松本さんが入社していますね。それからネットワーク応用通信研究所はずっと経営しているんですけども、それとともにですね、 Ruby もどんどん発展してきて、そしてエンジニアもこう島根でも増えるけれども、全国でのビジネス利用も増えてきたと、そういった経緯がございます。そしてその島根がこう Ruby の聖地ということで、その Ruby エンジニアの人たちのコミュニティができて、で Ruby を使ってビジネスをする人たちも島根に集まってきて、こうどんどん相乗効果でですね、広がってきていると。でそういったその広がりをこう何でしょう、支援する組織が欲しいということで、産学官とコミュニティが組んでですね、Ruby アソシエーション、これを立ち上げて、その Ruby のこうビジネスする人とコミュニティの橋渡しをしましょうと、そういった活動を Ruby アソシエーションがしているんですが、そういったその活動にですね、行政ですとか学校もですね支援いただいて、さらにですね、その Ruby のこう普及とか発展に寄与していますし、また市場も広げていこうということで、盛り上がっているというような状況でございます。だからこうそういう人材の方が多いというところにつながってくるんですね。はい、実際にこう高部さんが進出されて22人採用されていると思うんですけれども、そのこう経緯といいますか、流れっていうのはいかがでしたか。はい、採用手法についてですけれども、都市部と変わらないところで、いろんな有料のサービス、人材紹介だったり、求人媒体とかを出してリーチを広げるというのももちろんなんですけれども、島根での採用活動で特徴的なのがですね、自治体さんの運営する人材のプラットフォーム、エンジニアの方中心にですね、転職を検討されている方をこう集めるプラットフォームがあって、そこを活用させていただいています。で実際に採用した、させていただいた方のほとんどがそのプラットフォーム経由で、弊社の求人を見て、来ていただいたりとか、あと島根県さんの方では都市部で年に数回イベントをされたりもするので、そこに出展させていただいて、接点を持つっていうところをきっかけにしてます。で自治体さん運営、本当にこうありがたいことにですね、無料でですね、採用企業としては求人も出せますし、先ほどのイベントも出展ができるので、採用コストがほぼゼロでできてるっていうのもありがたいところです。都市部とかだと、これ一般的にですけれども、エンジニア1人採用するのにもう150万とかですね、高かったらもう200万300万とかの世界で採用コストがかかるところが、
無料で、取れるっていう採用ができるっていうところは本当に、はい、島根の特徴だなというふうに思います、はい、じゃあコストもあまりかからずこういいエンジニアの方たちに出会える、そうですね、はい、ということなんですね。これについてちょっと県が提供しているっていうところなんですが、はい、私さん教えていただいてもよろしいですか。今田久保さんにですね、はい、こういうふうに喜んでいただいて非常に嬉しいですね、はい、実を言うとですね、島根県というのはですね、バックグラウンドとしてはもともとやはり人口減少が進んでいる県ということで、定住対策についてはもうずっとですね力を入れてた県でございまして、ふるさと島根定住財団、ここはですねもういち早く定住対策に取り組まれてですね、まさに全国の中でもそういう人材確保についてはトップランナー、まあ、企業様のニーズに応じてですね、安定的にですね人材をですねきちんとこうマッチングしていくということでですね評判があったんですけども、その中で実は私が担当しています、スライドの方をご覧いただければと思いますけれども、 IT ワークスアット島根というのがございます。でこれについてはその定住財団の取り組みをさらに踏み込んで IT エンジニア IT 人材に特化をした人材のマッチングのですねプラットフォームでございまして、まあ、要は、求人情報の提供であったりとか企業訪問、また面談の調整、そして移住のサポートまでですねこのプラットフォームの中で行っていくと。でさらにただただマッチングをするだけではなくて、相談される方のですねキャリアを生かすですね場所だったり企業様で、そこで何をするかということを想像できるようにですね相談に乗っているといったところもですね踏み込んで、他のですね取り組みにはない事例でございます。なのでこの取り組みと、あとはふるさと定住島根定住財団の取り組み、いろんなですね人材確保をするチャンネルがですねこの島根県にあります。だからこそ我々は自信を持ってですね企業様のニーズにですね必ずコミットできるような、そういう取り組みをしていきたいと思います。はい、こんな感じですね。だからこそ先ほどおっしゃってた田久保さんのところでも辞める方が少ない、そうですね、ミスマッチが少ないのは、はい、大きいと思います。つながってるんですね、うん、そして井上さんにお伺いしたいんですけれども、はい、県内の IT 企業の活動だったりとか、それこそ人材の育成についてっていうところはどんなところですか。うん、そうですね、エンジニアが集まってきますんで、そのエンジニアがこうそれぞれ会社の壁を越えて活動できるような、そういったコミュニティの場ができないだろうかということで、その島根 OSS 協議会というのを作りました。これはオープンソースソフトウェアの特色で、情報は自由にこう皆さんで交換しましょうという、例えばその商用のソフトだと、なんかソフトの使い方とかは企業秘密だから人に言っちゃいけませんよみたいなことになるんですけども、オープンソースソフトウェアはそういったことがなくて自由に情報交換ができるんですね。ですからそのエンジニアの集まりがこうコミュニティを形成して、その中で例えば Ruby の使い方だとかデータベースの使い方とか、そういったことの情報交換をする場が非常にこう活発に活動できるように、そういったことを目指して島根 OSS 協議会っていうのを立ち上げております。ですからその島根にはその、まあ、Ruby ももちろん旗印としてありますけれども、島根 OSS 協議会を中心にしたコミュニティの活動も非常に活発である、そういったことでその進出企業の皆さんも、そんなこう進出してすぐにですね何十人もエンジニアがいないですから、数人のエンジニアの人たちが島根の地でなんかこう孤独に生活するんじゃないかっていうそういった心配が起きるかもしれませんけれども、そこはですねコミュニティ活動があるので、そこでエンジニアの皆さんがこう自由に活動できる、そういった場がまず島根 OSS 協議会で出来上がるっていうところで、こう何でしょう、人材のまあ相互のこう研鑽ですとか、そういったことが可能になると思いますし、またその島根 OSS 協議会の去年からの取り組みで松葉ガニロボコンというのを開催しておりまして、これ松葉ガニっていうのは島根とか鳥取の名産なんですけれども、冬の風物詩ですが、その松をですね松本さんがよく海外でマッツって呼ばれるんですけども、そこをかけてですね松葉ガニロボコンって呼ばれるんですけども、それをその小学生の皆さんに組み立てからプログラミングまで実施してもらって、でコースを決めてそこを競ってもらうみたいな、そんな活動をしていて、で結構小学生の皆さんがこう応募して参加していただくんですけども、
こう割とすぐプログラミングしてくれるんですね。でそのあたりはあの島根の小学校や中学校でのプログラミング教育っていうのが多分非常に影響してるんだと思いますけども、そのあたりはですね、あのやはり島根県さんのご支援のもと、そういったこう人材育成教育っていうのを熱心に進められた成果だと思いますけども、その辺は足立室長いかがですか。いやあのまさにこれってすごく僕ストーリーだと思ってるんですよね、はい、今の井上会長がおっしゃったようにですね、島根 OSS 協議会この活動がですね、やっぱり全県的に広がってきたということでですね、あのもしよろしければあのちょっと全県に広がっているちょっとスライドの方をちょっとご覧いただければと思いますけれども、あこちらの方ですね、あの実はあの松江エリアのところにですね、島根 OSS 協議会ということであったんですけれども、このオープンソースのですね、あの活動の広がりがですね、実はあの企業とか組織またはエリアの垣根を越えて全県的に広がってきているというのが特徴です。でこうしたようにですね、やはり、井上会長も最近ダイバーシティという言葉をよくお使われたんですけれども、こういうあのオープンソースの活動については多様性を受け入れるですね、そういう文化があるんですよね。でその文化が実は若い人材育成のところにも伝播していったと。でこれすごいのはですね、これ全て IT 企業と連携してですね、この人材育成が進められているということでございます。で昨年度は38社のIT 企業の皆様があの小学校のプログラミング教育からですね、高校大学までのですね、専門的なそういう実践型の授業まで展開していらっしゃると。これって多分全国にない、まさに島根モデルじゃないかというふうに考えております。なのでまさにそうですよね。あのこれです、これです。あの本当にあの子どもたちに寄り添いながらですね、実を言うとこれっていうのはあの教育とか研修とかとは違いまして、若い世代学生子どもたちのですね、自立するまでの育成を支援していく、まさに IT 企業様がそこまで支援するのって僕はですねすごいことなのかなと。でそこでやっぱり自立心を持った子どもたちが次にチャレンジをして生んでいく、ただそこのそばにですね県内 IT の企業の方が寄り添っているので、やっぱり将来的には県内 IT 企業の方にあの就職したいなというふうに思っていて、で実はここだけなんですけども、結構ですね携わった企業様に就職している事例もすごく多くなってきてて、もしかしたらですね今後ですねそういうですね手法でやっぱりその一緒にやるパートナーであるとですね、あの片方と雇い入れて働くパターンというのがですね、まさに島根モデルじゃないかなと思ってます。ちょっと今日タクボさん、まさにこれ、ね、企業側ですけど、で我々縁送りと言ってるんですけれども、はい、まさにこういう取り組みをこちらに来られた企業様、まさにパソのタクボさんだったり、今回ですねこの、 あのウェビナーをですねあの自宅いただいているあのバントさん、はい、もうこういった皆様が次に今度は自分たちもですねさらにですね人材育成をして次の方に送っていくと。でこれをまた情報発信するということで、これが、まあ、ルビーからこの人材育成、まさにIT 企業の集積イコール島根ブランディングじゃないかというふうに考えています。ということですけれども、高野さん、企業側からしてはいかがですか。あ、はい、人材育成ですね、やっぱ地域としてあのそれがあの地域全体で盛り上がっているというのは企業にとっても非常にありがたい話で、単純にやっぱりエンジニアってあの需要と供給でいうと、供給が追いついてない状態になるので地域グルメエンジニアが増えていくような仕組みを作っていくっていうのは非常に重要だなと思っています。で地域グルメでも起きてますし、僕たち自身その島根拠点としてのもうミッションにも、人材育成の取り組みをするっていうのを置いています。大きく2つ普段意識してですね、1つ左はまあ、IT 企業としてお客様からお金を頂戴して開発をするっていう、取り組みで、右側がまさに人材育成ですけれども、島根で働きたいと思う IT エンジニアを増やすっていうのを目指して、いろんなあの大学さんですとか高専さんとかの、まあ、授業の中でいろいろ実践的なあの IT のコンテンツをですね体験いただいたりとかっていうのを普段していて、まあ、一番下に書いております島根で雇用を作る産業全体を盛り上げるっていうところにつなげていきたいと思っています。で実際に僕たちだけではもちろん実現はできなくて、まあ、先ほどからも足立さんも島根モデルっていうような、お声もお話もあったり、
井上さんのお話の産官学連携っていうのもあったんですけど、ちょっと違った切り口でここも人材育成に特化した形で座組を書かせていただいたんですけれども、やはり自治体さん、あと教育機関さんで IT コミュニティがあって初めて実現できる、取り組みじゃないかなというふうに思っています。で、自治体さんとしてはですね、学生と企業と学校地域でマッチングできれば、若者がこう地元に定着すればという思いを、お持ちかと思いますし、教育機関さん、ここには、地域でいうと島根大学さんとか、松江高専さんとか、高校中学小学校地域の教育機関全てが当てはまるんですけれども、やはりこう教育の質を上げていきたい、実践的な、教育を子どもたちに伝えたいという思いを持っておられます。で、僕たち IT コミュニティとしては、教育機関に対して実践型コンテンツを提供して、多少ちょっと打算的な聞こえ方になるかもなんですけれども、学生さんとそこで接点を作って、新卒採用につなげる、企業のことを知ってもらうというところにつなげていきたいというふうに思っています。で、実際にいろんな取り組みですね、一番上は僕たちも進出のきっかけになったというふうに冒頭にもお伝えをさせていた島根大学さんの通年の、サービス開発ができるプロジェクトに授業の中に、民間企業として関わらせていただいてたりとか、松井さん主催の2日間のハッカソンですね、実践型のワークショップなんかもやってたり、高専でもやってたり、あと最近ここ 2,3 年は女子学生でかつ IT 未経験文系の方も含めて、そういった方に IT の面白さ興味を持ってもらうみたいな取り組みもしていまして、とにかくこう地域ぐるみで、なんかこう自社だけでこう他社さんを出し抜いてっていうよりかは、もうまさにこの地域の特徴である地域企業同士が横のつながりがある、コミュニティがある、で自治体さんにもこう下支えされてるっていうのが業界全体の魅力だと思うので、みんなで、学生さんに業界のことを魅力に思ってもらおうっていうような取り組みを日々、やっております。人材を取り合うんじゃなくて、こう育成していく。そうですね、みんなで取り合うと、やっぱりそのパイって限られてると思うのであれなんですけど、みんなで業界の魅力を伝えることで、多分そのパイ自体が増えると思うんですよね。業界に興味を持ってくれる全体数が増えるので、最終的に配分もされるとは思うんですけども、結果的には各社の採用数が増えるっていうようなところを目指せるんじゃないかなというふうには思っています。それを自治体と企業が一緒になって小学生の頃からやっていく。そうですね、はい、もう本当にいろんなお話伺ってきましたけれども、最後に足立さん、はい、企業検討される方々にぜひメッセージをいただければなと思います。そうですね、はい、ここちょっと重要ですねぜひ頑張っていただいて、はい、実はですね、田久保さん、井上会長がですね、いろんな取り組みを言われたんですけども、これって結構結果としてコメントしてまして、私平成23年にですね、この、情報産業の仕事に就いたんですけれども、当時把握したら大体40社ぐらいで、今現在ですね120社ぐらいですね、ここの島根県の中には IT 企業が集積をしております。ということは、この場所というのはもちろんですね、開発拠点の適地としては間違いないのかなと思っておるんですけれども、ただ今後ですね、島根県というのはやはりすごく課題県ということがあります。その課題をですね、やっぱり IT で解決して新しいビジネスモデルを作っていく、そういうですね、ビジネスチャンスの適地としてもう一車輪ですね、こう設けながら、こう島根県の中で一緒に仕事できると嬉しいかなと思ってますし、あと一つですね、Ruby オープンソースでこう築かれてきたですね、そういうコミュニティ活動はですね、ぜひ産業全体としても広がってもらいたい、要はその DX コミュニティみたいなところに広がっていくとですね、その県内のいろんな産業とですね、IT 企業がコラボレーションをして、この中からですね、本当に島根モデルのビジネスを作ってもらえるようなですね、そういったところになってもらいたいと思いますので、そういった、ところに一緒にですね、チャレンジ、まさに井上会長、田久保さん、もう本当に地域ぐるみでですね、ここをやっていこうと思いますので、そういったところで島根県というのは非常にですね、歴史もいいし、自然も豊かだし、あとビジネスチャンスとしても適地であるということを最後にお伝えしてですね、はい、終わりたいと思います。はい、もう本当にたくさんいろんな、ね、取り組みを教えていただきました。足立さん、そして井上さん、田久保さん、本当にありがとうございました。